中京 TV スポーツ。応援ありがとうございました。80分通して、ね、まあ、岡崎情勢も本当良かったね、良かった。すごく彼らもね、一生懸命頑張ってたし、うん、ね、すごくいいチームですね。だからこそ、まあね、彼らに全国行ってもらえるようにね、頑張ってもらいたいなと思うんだけれども、で、まあ、今回、4試合、ね、戦って、でまあ、ここでね、残念ながら負けてしまったけれども、まあ、前回 の、 東海学園との、ね、試合の時なんかでは、ね、あの2週間の、まあ、準備期間が、ね、ある中で、まあ、いろんなこうトレーニング、ね、して、まあ、みんなでああやって本当にこうお前たちが主導でね、うん、いろんなことをこう意見出し合ってああやって一つになってでこう戦いたいんだね、ああいう意思がもうすごくこう今年のチームの成長を俺自身は感じたし、ね、本当にこの大会もちろん勝って、ね、全国行ってですればもう一つ、ね、いい景色が見れたかもしれないけれども、まあ、それでもね本当に君たちがこう成長してくれたところも合わせて自分は見させてもらったんで本当に、ね、うん、まあ、君たちの成長が見れて本当によかったかな、よかったなと思うし、うん、ここまでね、頑張ってくれてありがとうって、ね、本当にその言葉を素直に、ね、みんなに送りたいなと思う。まあ、本当、ね、自分自身もまだまだ、今年でこうやって3年目、ね、監督やらせてもらってもういろんな、ね、この前引退して3年生にも話したけれどもな、迷惑かけたりだとか、もう本当にね、いろんなところで、うん、まあ、悩ませたりだとかね、みんなおっしゃったけども、本当に、ね、こうやって一緒に時間を過ごしたことが自分の財産だし、これからみんなね、本当に大学に上がって、ね、大人になって、気づいた頃には、やっぱりこの一生懸命みんなでね、頑張ったことが、一つ の、 その財産、自分たちもね、大人に、まあ、成長させてくれた、ね、家庭になってるってことに気づくと思うので、またね、それぞれの道にでもな頑張ってもらいたいなと思うし、まあ、あとね、残りのところ3年生、ね、この前授業の中では話したけれどもさ、ね、後輩に伝えれるもの、背中で語れるもの、ね、たくさんあると思うので、またね、最後まで。ベストを尽くして頑張ってもらいたいなと思うので、ね、本当に今日はお疲れ様でした。
大会、絶大なる応援とサポート本当にありがとうございました。選手たちだけじゃなくて保護者の方々だったり学校の友達だったりみんなの力があって自分たちはここまで来れたと思ってます。本当にありがとうございました。やっぱり今日負けて全国行けないことだったり春先に目標として掲げた全国ベスト8以上の結果を出すということを叶えられなくて本当に悔しいですし、3年生の中では完全燃焼の気持ちもあると思いますが、やっぱり自分はここまで頑張ってきたことに胸を張って誇りに思うことができます。本当にありがとうございました。これで中京大中京のサッカー部が止まるわけじゃないですし、これからも歩みは続いていくと思うんで、これからもサポートをよろしくお願いします。ありがとうございました。